不定期なのに人気コーナー、タクオのツボ。タコのツボのコーナーでございます。皆さん今日も本当にファックスメールたくさんいただいております。感謝でございます。ありがとうございます。その中でですね、私のツボをおっしゃいたくったものをですねご紹介するのがタコのツボでございます。今日もですねこんなにたくさん裏紙を利用しましてですねプリントアウトさせていただきました。ありがとうございま す。もうねもう本当裏紙を使ってプリントアウトするに勝ちに値するのばっかりですよ。本当その通りです。いいのを選んでますね。まずは三重県からお越しのラジオネームジョンノレン、人呼んでマッパ555とは俺のことという方からいただいています。マッパ555さん、ありがとうございます。着る、それは衣服などを身にまとう、身につけることなり。先週の放送で三坂さんが電車の中ではちゃんと服を着てくださいと言っていたので、今回は大変恥ずかしいのですが服を着て青タクを聞いてみました。初めてみたいですね、服を着て青タクを聞いていただくのはね。するとどうでしょう、今までマッパで聞いていた時に感じていた、まあこの方は青タクのウィットとユーモアに富んだ会話を楽しんでるに違いないわという羨望の入りに混じった視線を全く感じないではありませんか。私には服を着て青タクを聞くことで周囲の人々が私を見ないようにしているのではと感じられましたね。やはり青タクはマッパで聞くべきであると私は強く確信したのでありました。やはり青タク、何でしょう、やはり青タクっていうのはやはり青タクっていうのは何でしょうか。いろいろ気になりますけれども ね、うん、じゃあまた今頃はこのメールが読まれたということで脱がれ始めたんでしょうかね。今日は暖かいですかね。そうですね、三重の方どうでしょうか。三重は、三重の方はいかがですかね。今これ多分カチャカチャカチャっていう音がしてるんでしょうね。お脱ぎいただいてることでございましょう。ただ風邪ひかれても我々の方には責任はございませんので、どうぞどうぞ。勇敢マダムさんからいただいております。来た勇敢マダム。私お金と時間を持て余す勇敢マダムでございますので、聞いてくださる。そちらに米沢さんという方いらっしゃるわね。あ、どうしました、はい、ふみちゃん。私怒ってるざます。これ怒られてるよ。この番組の井戸端会議を確認して愕然としました。私勇敢マダムのことをあなた勇ましい方の勇敢マダムと書いてるざましょ。暇があるじゃなくて勇敢な男の勇敢ですね。そっちじゃないよ米ちゃん、うん、勇敢なマダム、勇敢マダムと書いてるざましょ。かよい私のどこにそんな勇ましい要素があるというざますか。失礼じゃありませんこと。責任取って竹雄ちゃんと交代するざますか。重森アナウンサーね。重森アナウンサー、はい、重森アナウンサーはちょっとまだですね。またっていうかね、またっていうか、ね、はい、他の仕事で忙しいですからね、はい、来週から青だよ竹ちゃんにするざますよ。あ、こっちもこっちも変わっちゃうということですね。あ、なるほど、ここも変わるということですね。あ、なるほど、そっちか。重森さんにこっちに座っていただくということですね。でもね、竹ちゃん、青だよ竹ちゃん、早いな1年目でも。竹ちゃんもいろいろいるからな。あ、そ、竹丸師匠もいらっしゃるし、竹野内くんもいますよね。竹野内くんもいますからね。うちのバイトの竹尾くんもいますよね。竹尾くんもいますね。みんなで竹ちゃん、竹ちゃん、竹ちゃん祭り、ね、みんな竹ちゃんが小竹さんで方もいらっしゃいます。小竹さんもお越しいただいてですね、はい。でもね米沢さん、あなたの日曜日の番組毎週楽しく聞いてるのよ。だから今回のことは許すざます。そこで西堀圭君の必殺技と書きまして、西堀圭君の必殺技と書きまして、私の生き方と説くざます。その心は、どちらも血に足がついていないざます。私勇敢マダム。人は私のことを歩く ATM と呼ぶざます。出会いたーい。出会いたい。道端で出会いたーい。暗証番号いらない。カード作って、もう素晴らしいですね。ありがとうございました。勇敢マダムいいですね。勇敢マダム竹丸商店も聞いてらっしゃるということで。勇敢マダムのある方だからね。ある方ですかね。勇ましい方じゃない。勇敢間違いない、ま、間違いないでください。本当キャラ変わってくるから、ね、金で何でもする人ですから、お金で何でもする人ですよ。このまだね、そうそう、正義感強い方じゃないから、そう、金でどうにか解決できる人ですから、うん、そうですね、そうそうそう、さ、 3週間ですが、もうこの方がですね、どん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 金でいろんなことを始めてきてるという。ラジオネーム愛好さんと椎茸という方からいただいております。はい、今朝ドズバを見てたら
西島秀俊さんがいる。よく見たら吉畑さんでした、うん、変身してましたよね。愛子さんとしたけさん、おたかちゃんと、うん、ちゃんと NBC を見てらっしゃいますがそのドズバの次回に流れる割烹着姿のたくちゃんの CM が大好きです、うん、さっき割烹着の話してましたけどね、あそうね、似合っちゃうんだな。昔はああいう感じのお母さんがいらっしゃいましたよね。たくちゃんのお母さんがあれはモデルなんですかって言ったんですか、うちの袋は細いです、よく近所の方からお袋細いんで、むひこさんに全部栄養取られやったとなっていうですね、うん、のがお袋のあれでございます。お袋は細いんです、モデルじゃないです。ただ私が割烹着を着ただけです。そう考えるとやっぱり割烹着っていうのは、まあ、今お褒めいただいたようにわがままバディは似合うんですね、うん、フリーランスバディは似合う。あと何バディがありましたっけ、あ、ゆとりバディ、ゆとりバディ、これは多分来週みんな忘れてるな。わんぱくバディ、わんぱくバディ、おっしゃ、わんぱくバディいいですね。わんぱくバディ、たくちゃんっぽいですね、来週覚えててね、来週覚えててね、誰か覚えててください、ね、誰か覚えててね、はいはい、ここ貼っとこうかなこうこうあの私月曜の朝来た時びっくりですよ。何だったかな。ファットワンパクバーディー。ファットワンパクバーディー。そもそも明日のね日曜はどの中でですね。そうですね。あ、その前に古川さんが今日いらっしゃるんですね。ワンパクバーディーで。あの師匠もねワンパクバーディーですからね。そうですね。あ、このワンパクバーディーシートなんだ。今私が座ってるシートはワンパクバーディー。専用シート。ワンパクシート。ワンパクシート。エブリデイさんからいただいております。このカステラ五つ星レストランの評価に出したんだけどどうなった結果。あ、これカステラ以上でした。ありがとうございました。エブリデイさんはですねこの他にもダジャレを5つぐらいいただきましたけど、その中からカステラを、ね、カステラカステラを選ばさせていただきました。だから抜群なのは来ないわけですよね。なんかいや三坂さんあなた抜群じゃないか。もうこのカステラのダジャレは5つ星だよ。このダジャレは5つ星、このダジャレが5つ星ですよ。すいませんね、ごめんなさいね。はい、こちらはですねラジオネームないんですが、前三坂理恵さんが番組の中で、はいはい、たくちゃんの様子を見てたくちゃんおっぱい揉まないでくださいという話がありましたよね、はい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 、先ほどの話を総合するとどうやらたくちゃんはつけてるブラジャーのワイヤーあたりがかゆかったということなんですね。それを考えるとやっぱりたくちゃんは装着してるんですねといただいてバレちゃいましたね。かゆかったんですね。かゆかった。おっぱい揉んでると思ったら、そうそうワイヤーがかゆかった。そうそうそう、エンジェルブラのね、ちょっとですね、エンジェルブラの天使のね、天使のブラ、はい、なんです。そう、ちょっと謝ってください。ごめんなさい、天使のブラつけてるところに本当にごめんなさい、私はつけておりません。本当です、本当ですね、はい、はい、あえて英語にしたのになんで訳したのあえて聞き聞かせて、俺だけ聞き聞かせて英語にしたのになんでまたこっちに戻したの。今いろいろあるんですよ。あ、そうなの今日今失神じゃないですか何言ってんの俺。そうなのって、 G を持つね、神の父を持つ男としてね、 G を持つ男としてね、もう俺46で何言ってんだろう本当に、もう親に合わせる感はないよ本当に。本当ですよね。伊沢さん、ゆり子さん、ごめん本当。でもお父さんとお母さんの教育がなってなかったんじゃないかこの年で親のせいにしないでください、はい、どうもお父さんお母さん感謝してます、ありがとうございますえらいものさんからいただいてます。今日のテーマ着といえば、今日は朝から会社の真面目な研修会があったり、たった今帰り着いたんですよ。タコの壺のコーナー的にテーマ着で考えたら恥ずかしいことを思い出したので投稿します。まだ独身の頃、会社の同僚数名でほにゃららなビデオを着払いの小包みで注文したことがあります。なぜか代表が私エロエモンの名前になって、しかも会社宛てに届くようにしていたのです。もう あなたさ、なんでこんなことを1週間ぐらいして会社宛てにその〇〇〇なビデオが届いたのですが、当時職場のマドンナ的な存在のジムの S さんが受け取りまして、会社名が書いてあったため S さんが開封したと、S さんのキャーという声が事務所に広がりました。その件があってからしばらく S さんとは口を聞いてもらえませんでした。そうでしょう、とりゃ私の友達で自営業やってる人間がいるんですけど、さらにその友達がですね、そういうビデオが欲しいけれども家に届くと奥さんに怒られるということで、
友人の家に事務所に送り届くようにしてますよね。生活の知恵ですね。いやいやいや超迷惑ですからね。もうそういうの本当ダメですよ。です、ね、はい、シゲルン Z さんです。週刊天竜源一郎のコーナーでいただいております。はい、週刊天竜源一郎コーナーはやっておりませんけれどもね、はい、先週このコーナーでご紹介したこの天竜源一郎さんがですね、爽やかにダンプを運転してる、うんうんうん、はい、このパンチパーマが似合うですね、60過ぎのナイス親父、これが天竜源一郎さんなんですが、シゲルン Z さん、先週投稿されていた天竜選手の運転手姿の写真を見て、これは何の写真ですかねとおっしゃっていましたが、なんと今月末風切りにももクロちゃん主演映画玉井詩織さんのお父さん役で、黄色の桃色クローバー Z 玉井詩織さんのお父さん役で天竜源一郎さんが出演したらしいです。ただしファンの皆さんお気づきの通り、セリフを聞き取るのがなかなか難しかったらしいですね。はい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 、はい、どんな感じですっけ。桃色クローバー Z これやるとね、喉に負担がかかってね、これしましたよ。今桃色クローバー Z はい、皆さん咳払いはマイクから離れてやってください。ほら、あ、すいませんでした。すいません、ごめんなさい、本当に竹雄さんに指導されるように今僕にも指導をしていただいてるんですが、竹雄さんに、いや今うちの父には言ってるみたいです。俺は君のお父さんじゃないぞ。はい、はい、なんでお父さんにその口の利き方を。行きましょう。下北のコーナー、パチ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 。はい、もうしないでほしい。じゃあもう拍手それぐらいの拍手だったらもうしないでほしい。それぐらいしかしないでほしい。優しさじゃないですか。いやもうそれだったらしないが方がマシ、聞こえない方がマシ、それぐらいなら。下北のコーナー、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。みんな優しいな。優しいね、それぐらい。うん、はい。はい、下北沢町内会非公認キャラクターのけだなしなし。下北沢の棒踊りは白鉢脇に浴衣に。え、もうちょっと落ち着いて。何ちょっと高すぎる声が。ちょっと父さん声が高いか。父さん声が高い。もうちょっと浅い目で。はい、箱から聞いた人びっくりしました。はい、もうちょっと浅い目で。下北沢町内会公認。いや、それも違う。けだなしなし。それもまた違うけど、まあいいや。はい、下北沢の棒踊りは白鉢巻き。こう中お相撲さんになってみてるんだけど、お相撲さんと天竜さんのちょうど中間ぐらい来てますけど、はい、浴衣に日本のたすき、化粧帯を着付けてわらじで踊るなしよ、うん、たくちゃんりんりんはわらじを履いたことあるなしか。そういえば先週お出前中でお世話になった八代さん、急にお見合いの話があったなしよ。先週えいとくちゃんの中継で棒踊り保存会の皆さんのところに毛玉でお邪魔したんですよね、うんうんうん、その中でご出演いただいた八代さんも、森さんね、急にお見合いの話があったらしいなしよ、本人はお見合いするかどうか悩んでるなしよ、このまま落ち着くなしいかね、たくちゃんりんりん森さんにアドバイスしてほしいなし、神崎さんこれはいいんじゃないですか、これは何かのご縁ということで、お見合いした方がいいと思いますよ、うんうん、こういうの結局ね、そういう出会いですから、そう乗るかですよね、うん、自分でね一歩踏み出すか、乗った方がいいと思うんですよね、乗りましょう、うん、乗っちゃえ、そういうお話が来るのも何かのご縁ですからね、うんうん、やった方がいいと思います。それがまた次につながってるかもしれないしね、そう一回そこで何かがあったことでその次のことがやってくれるということがあるらしいから、うん、そうですよ、何を真面目に俺たちは話してるんだ。はい、下毛田の講座。幸あれと思ってですね。はい。下毛田の棒踊り保存会、毛田健氏ブニセという方からもいただいておりました。中島くんが帰ってきてるそうですね。はい。毛田氏ほか毛田地区の皆さん、地区外の皆さん、下毛田公民館に遊んできやんせ。今夜も棒踊りの練習をやっとってなといただいております。そしてイオナズン毛田さんからいただいております。はい。鹿児島マラソンが決まりましたね。ね、楽しみですね。コース聞きましたよ。心臓破りの滝の神を登り、太陽けだな天前で、あれ、こんなコースはないけどな、コースが変わってる、ほおずきの首飾りをした愛好さんが負けないでを熱唱そんなことは予定してないです、ないですよ。そしたらゴールの下けだなすぐそこですよ。ちょっと待ってください、ゴールは確か鹿児島市役所じゃなかったっけ、市役所ですね、下けだなちょっとゴールになってないですが、ゴールに到着したらけだなしと下けだなの皆さんが疲れを癒してくれるはずです。
帰りはもちろん南国交通のバスでお帰りいただきますよ。それは毛棚マラソンですね。ゴールしたら僕は阿部木川周辺のゴミ拾いでもして帰りたいと思います。そして愛子さんがパンツをくれると言いましたが僕はまあいいやその後一応また今週もですね、はい、このように、はい、愛子さんがほおずきを持って笑顔でいらっしゃるですね。来週からはじゃあ、はい、椎茸の原木を持った今日は今週の皆さんにご覧いただいているのはほおずきを持っている愛子さんですが、はい、今日のドズバの中でですね、はい、原木を椎茸の原木を持った愛子さんがいらっしゃいましたので、はい、来週からこの写真がその写真に変わると思います。お願いいたします。ありがとうございます。期待してます。岡本さんからいただいております。記憶の岡本さん、はい、今回もゾンビパトロールに出てるようです。今回は岡本さんから来たんですね。はい、もう人生相談、あけみちゃん人生相談なくなりまして岡本さんが戻ってまいりました。はい、岡本さん実はこの間ですねこの間来てなかったじゃないですか。はい、小木の子外務下にですねメールが届いていたんですよ。だから私は岡本さんと離れた感は全くないんですがこのコーナーでお久しぶりでございます。あた岡本やっとんからん、ゾンビンパトロールで番にあけみちゃんとよしきくんとさるごったと。あけみちゃんがよしきわいよかときよしとんね、どこでこたてよ池田くんげえかおいにやれ。多分池田さんという方がやってるんでしょうね、時計屋さんをね。いだこんならよしゆきくんが、美人妻のリカちゃんがアマゾンで安かったしよしゆきさんに似合うんじゃないかなって買ってくれたんですよ。いたて、おいがアマゾン、リカちゃんのアマゾンついと稽古聞いたとな。アマゾンに信じてんおったろかいな。親戚でもいるんだろうかな。あけみちゃんが、岡本さんじゃいもんやよしゆきアマゾンち仮面ライダーアマゾンじゃとか仮面ライダーアマゾンじゃとか、おいがあきみちゃん今仮面ライダーは時計うっさるちょっとやちたんねんだこんならあきみちゃんがじゃっと仮面ライダーしも時計でうっさるかなくちゃいかならんでや仮面ライダーしもベブでんやしなやよかそんなもうなち言いましたがおち、うん、ほでなおーよしゆきくんが言った岡本さんアマゾンじゃ通販ですよ、うん、いたこんならあきみちゃんがよしゆき通販かそげなこちゃ入るわんか仮面ライダーの心配をしかたじゃったか。いや心配しないでいいと思うんですけどだ今日もゾンビは出らんこじゃよしゆき芸で卒便にライダーキックを食らわせやいや意味がわからんですね卒便にライダーキックち岡本さんもいとがなよしゆき芸卒じゃってチケは仲がよし行くげんげレッツラゴー記憶長はおいたし3人のおかげで今日も平和じゃった。はい、大変ほのぼのとしたメッセージありがとうございました。そしてそこに狙われているゾンビからも久々にいただきました。怖いゾンビからいただいています。ゾンビ、そうなんでしたっけ、僕ゾンビこっちだったかなそっちだったと思います。僕ゾンビ、もう天理やったらいろいろ忙しいやけど、ゆうかマダムやったりね、僕ゾンビ一回死んでます、公民館の木陰で私は今生きている。いやもうお亡くなりになってます。残念ですが残念ですが、あの17歳歌ってる場合ではないです。はい、私は今生きていると歌っていると旗を持った人たちが集まってきました。眺めていたら駅伝大会が開催されていました。たすきを渡すランナーはみんな一生懸命、かっこいいな、いいなあ、誰か僕にあの世へのたすき渡してくれないかな。柳さん、柳さんは渡してくれないですよ、期待しないでくださいね。そこ一応先日柳さんにはですね、はい、柳さんの大ファンのゾンビという方がいらっしゃいますけれども、はい、鹿児島友人でとってもお伝えしました。なんて言ってました、嬉しいですって爽やかに言ってましたよろしくお伝えくださいって爽やかに言ってらっしゃいましたということですよ、ゾンビさん、はい、よろしくと言われましたよ、はい、行きましょうゾンビさん私は今生きてるですよ。ラッキョネーム私は人ではないさんからいただいております。タクピーリンリンコン、うんうん、先週私人のメールが読まれなかったので今週はノーカットで放送するらしいですね。いやしないです。
それでは今日も青田区公認真っ裸で正座の何も身につけない5時間弱楽しく聞いていますよといただいてます。下ネタ大好き私は人ではない。テーマの切るといえばおでんの巾着美味しいですよね。はい、ここから 1,2,3,4,5,6 カットです。名前渡人、住所エロ市0丁目72番地19番195、地元の方言そこを立てんか、ラッキョネームガブッチョネームのグレープ味といただきました。以上タコのツボでした。